後30年以内に 70-80% の高い確率で発生するリスクがある南海トラフ地震について、気象庁は7日に定例の検討会を開き、東海地方で2月3日、スロースリップが引き起こしたとみられる最大マグニチュード 5.9 の深部低周波地震を観測した、と明らかにした。この地震は6日現在も継続しているという、南海トラフ巨大地震の想定震源域では先月15日、宮崎県沖の日向灘を震源とする M3.9 の地震が発生し、最大震度3の揺れを観測。さらに21日には、大分県と四国に挟まれた豊後水道でも M4.4 最大震度3の地震が発生した。これらはいずれも日本列島に沈み込むフィリピン海プレート内部を震源とするもので、2018年から続く長期的スロースリップの一環だと考えられている。一方、四国西部と紀伊半島中部では、先月半ばに周波数が低い深部低周波地震を観測。いずれもモーメントマグニチュードは 5.6 から 5.7 を観測したが、短期的なスロースリップだったため、すでに活動を終了している。だが、四国東部では1月23日以降、西部では2月1日以降、体に感じないほどの揺れの深部低周波地震が今もなお続いている。さらに、愛知県では今月3日以降、中部を震源とする最大モーメントマグニチュード 5.9 の深部低周波地震が継続中だ。産業技術総合研究所が設置している複数の歪み計が地殻変動を捉えていることから、東海地方ではプレート境界深部でスロースリップが発生している可能性が高いという。